おはようございます。FX オリガルヒの皆様、そして速化軸限定動画をご覧の皆様、10月13日朝6時の相場解説、デイリーを見ております。この冷やしを見るときに、今回2つポイントがあります。一つはですね、大きな陽線が昨日は出ましたよね。まあこれは材料が入ったというか、経済指標の発表があったからなんですけども、ただね、ここのヒゲ先があるじゃないですか、これ。ヒゲ先。このヒゲ先の引力を突破したから、 伸びやかに上昇したってことが言えますそして材料の場合あの介入はね今の方向と逆の方向に動かしたいから介入するわけなんでちょっと例外ですけども大半の場合はねトレンドの方向に向かうんですよねトレンドと逆に言っても結局はトレンドの方向に戻っていくんで利益が取りやすいことになってますでポイントの2つ目はトレンドが何なのかっていうと三平四平五平って言いましたけどもこの赤三平からねずっと右肩上がりが伸びてきてるってことなんですよ、ね、この辺りはレンジで じわじわと上の方にいってるよねって話をあのさせていただいてたと思いますけどもこの,あの3平4平で完全に上向きが加速したってことになりますこれを押さえておきましょう、うん、で4時間ですね、はい、4時間を見ていただくとどうでしょうか、うん、大きく上に伸びているところがはっきりと,と見て取れますそしてここが足踏みをしていたところですよねもっと言うとねこの辺も足踏みをしていてここから トレンドを通過してレンジに入って、そしてまたトレンドを1個作って、今、ここがレンジを作ろうとしているところです。まあ、いては大きなレンジで、こういった塊もあったと思いますけども、覚えてらっしゃいますかね。こういったところ。後解説って言って、出来上がったチャートからどういった意味があったのかってことをテクニカル的に解釈するというのは非常に練習になりますんで、絶対やってくださいね。で、これをやらずに、スキルの進化はないですよ。 で,できればそういうのを人に見せる Twitter でなんかね画像を上げるとかなんか日記書に書くとか誰かに見せるとかね、うん、そういうふうにした方がいいと思いますあの上級者とか FX 知ってる人に見せなくてもいいです誰かに見せるってことによって上手に解説を組み上げていこうっていう脳が働くんですよはいじゃあ1時間見ていきますねはい1時間ですけどもこういったところの足踏みから大きく昨日は伸びちゃったよねって経済事業の発表があって しばらくまたね、世界では利上げ、日本ではあ、なんですかね、今のまんまゼロ金利をやるってことです。その差が円安をさらに呼ぶってことなんで、もうすぐ147円になりそうですけども、これ、レンジね、ちょっとここで説明します。レンジからトレンドでレンジへ向かってるのが分かりますで、ここを取るわけですよ、主には。レンジっていうのは、縦の長さ、ね、上下の長さがなければ、なかなか取るの難しいですから、せいぜいブレイクアウト狙うだけになっちゃいますね。 はいもうすぐ147円向かいますけども前回145円あたりで介入があったわけでしょで介入会見の前に黒田総裁が話してるときにどん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 145円とか146円に向かっていったわけじゃないですかそれを受けてあこれじゃいかんなってことで介入を3兆円だからしたらしいんですよでも今その介入するかしないかっていう水準を超えてもう147円に来ちゃいますんでこうなると突然の介入があることもね 頭をよぎりますよね。えー、ということで、えー、今後もお、ちょっと一瞬ね、今、レンジに入ってる状態ですけども、基本的には上昇トレンドなんで、倍の方で取るタイミングを見つけて、見つけていこうと思います。はい、じゃあ、以上です。